皆さん、こんにちは。好きな子をデートに誘いたいと思ったら、あなたはどんな誘い方をしますか？直接会って誘うよりも、今は LINE で誘う人が多いのかもしれませんね。どこに行こうとか、何をしようっていろんなことを悩むと思いますが、断られてしまうとかなりのダメージになりますよね。だから前もって女性が絶対に OK しちゃうデートの誘い方をここで勉強しておきましょう。これだけ丁寧に誘っても無視したり即答で断られるなら、もうそのお相手とは縁がなかったとすっぱり諦められると、そう思えるくらい間違いなく 1% でも脈ありなら OK してもらえるデートの誘い方です。私もこんな風に丁寧に誘ってくれたら絶対 OK しちゃいます。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、女性の好きなこと、気になっていることに誘う。まず、女性を何に誘うかを悩むと思いますが、絶対に相手の興味のあることに誘えば OK してくれる確率がぐんと上がりますね。例えば、映画。映画は洋画が好きなのか、邦画が好きなのか、はたまたアニメが好きなのか、人それぞれ違うと思います。コメディタッチの映画が好きな人が重めのドキュメンタリー映画に誘われても、なかなか見てみたいな、行きたいなとは思いませんよね。もちろん、相手のことが相当好きならついていくかもしれませんが、あとは音楽。CD やサブスクで好きな音楽を聴いているけど、ライブには行ったことがないとか、フェスには行ったことがないという人は多いと思います。コロナの制限が少しずつ緩和されていくと、今後ライブやフェスも開催されると思いますが、チケット取るよ、車出すから一緒にフェス行こうよ、なんて言って女性が行きやすい状況を用意して誘うのがいいと思います。あとは食事。これが一番やりやすいと思います。女性の好きなのが日本食なのかイタリアンなのか、それぞれあると思いますが、人気のお店を予約して、イタリアン好きだよね、お寿司好きだよね、実は結構人気のお店予約できたんだけど行かない？みたいに誘うと、ほぼ間違いなく食べたいから来てくれます。もちろん誘っているのですから、お感情はあなた持ちになりますが、2人で過ごす時間を作るチャンスです。きっかけ作りはこれで OK だとして、あとは会話、雰囲気作り、お土産を用意するなどして、女性の中に来てよかった、楽しかったという感情が生まれるようにしましょう。2、1回目はなるべく昼間に誘う。1回目のデートはなるべく昼間の時間帯で誘うことにしましょう。夜だとどうしても帰りが遅くなるかも、翌日が早いと大変だみたいな事情が邪魔になって断られる可能性が高いです。また夜ってどうしても体の関係に発展しやすいというイメージがみんなの中にあります。昼間からホテルに行く、昼間からお酒を飲む、そんな人もいなくはないですが、一般的には安全なのは昼間です。女性がもし警戒心を少しでも心の中に抱いている可能性があるなら、それを想定して絶対に昼間に会って食事が終わったら解散することにするといいでしょう。初めから今日は夕方から会議だからランチだけになるけどみたいにあなたから言っておくと、相手も安心して来てくれると思います。1回目のデートでこのように下心がないよアピールをしておくと、2回目も OK をもらいやすくなります。3、お願いをする雰囲気。女性は頼まれると断れないという時があります。例えば、甘いものが好きなんだけど男一人で行くのもあれだから一緒にどう？なんて言ってスイーツの食べ放題に誘ってみたり、一人でドライブは寂しいから一緒に行かない？みたいにお願いモードで行ってみるのもおすすめです。ただ言い方によっては、え、それなら私じゃなくてもいいんじゃない？と思われてしまったり、え、めんどくさいな、なんて思われる可能性もあります。だってすでに好意が 100% あるわけじゃない相手を誘っているんですからね。だから何かしら女性にとっても魅力を感じるものがないといけないし、君と行きたいんだよという部分をさりげなくアピールする必要があります。〇〇ちゃんすごくお花のこと詳しそうだから一緒に行きたいなって思ったんだよねって言いながら、お花の有名な場所へのドライブに誘ったり、この前のバーベキューの時も〇〇ちゃんすごい美味しそうに食べてたからさ、見てて幸せな気持ちになれるんだよね、なんて言ってデイキャンプに誘うのもいいと思います。
そしてその中でなるべく相手が満足できるような配慮をすること。運転は俺がするよ、手ぶらで大丈夫だよ、帰りも送るよ、いい写真が撮れるスポットがあるらしいよ、美味しいソフトクリームが食べられるらしいよ、お土産を買って帰ろう、みたいな女性が興味をそそられそうなワードを盛り込んでいきましょう。そうすればその女性の一日の最後は、なあ付き合いで行っただけだったけどなんだかんだで楽しかったな、お土産もゲットできたし、みたいないい感情で終わるんです。これならまた行こうって思いますし、すごく配慮ができてていい男という高評価がつくんですね。4. 相手の暇な時に合わせる。女性に断られないために誘い方の始めとしては、今度の日曜日どう？とか、来週の水曜日空いてる？みたいに限定して聞くのはおすすめできません。だってそれだとその日は無理、仕事だよなんて言われてしまう可能性がかなり高いですよね。誘う時は必ず、いつ休みなの？とか、今度の連休は仕事？みたいに確認してから空いている日を誘いましょう。もしくは今週の土曜日か日曜日どっちか空いてる？みたいに選択肢を少し増やして聞くのも OK をもらえる確率を上げる方法ですよ。本当に好きなら初めに誘ってきた予定に合わせられなくても、女性の方からその日は無理だから、じゃあこの日は？って提案してくるんです。もしくはちょっと予定調整するから待っててね、みたいに前向きに言ってくれるでしょう。これは間違いなくそれほどまでしてあなたとデートしたいっていう表れですよね。でもそこまで 100% 好きが確定していない相手なら、どうしても自分の楽な方を選ぶ気持ちがまだまだ強いです。だから予定調整してまで行く？とか、興味のないことに付き合う？みたいに思っちゃいますよね。女性は一緒に行く相手が好きな人なら内容は何でも構わないんです。でもまだあなたが女性にとってそこまでの存在に慣れていないうちは、日程も内容も全力で相手のことを考えて決めるしかないんですよね。5. ちゃんと仲良くなってから。さて、どこに誘うか、何に誘うか、どうやって誘うかをここまでお話ししてきましたが、肝心なことが残っていました。それはちゃんと2人の関係性が誘える状態になっているかどうかという部分です。例えばまだ大勢で集まってご飯を食べたこともない相手に、突然2人で出かけませんか？と言われるとビクッとしますよね。2人でってデート？急すぎない？って女性はビビっちゃうんです。それに例えば実際にまだ会ったことがなくて LINE で連絡を取り合っているだけの相手に対しての対応も注意点があります。 LINE でお互いのことを話して電話もしてみて、なんとなくどんな人なのかをお互いが理解してから会おうよっていうのが本来の形だと思います。女性は絶対に会ったことない人、もしくは共通の友達がいない人って怖いですから、相手がどんな人なのかわからないのに会おうって言われるのは抵抗があります。これはさっさと会っちゃおうよって言われている気がしちゃうんです。まるで煽られている感じ。一方的に早く会いたいから会おうよ、会って話そうと言われたらどう考えてもいい印象にならないんですよね。あなたの気になっているお相手が会社の人なのか、紹介された人なのか、ここでは分かりませんが、どうか女性の安心感をまずは構築してから二人きりのデートには誘うようにしましょうね。以上、女性が絶対に OK しちゃうデートの誘い方についてご紹介しました。今日は5つの項目でお話ししてきましたが、いかがでしたか？参考にできそうな部分はありましたか？ぜひあなたの感想をコメント欄にどんどん書き込んでくださいね。誘ったけどダメだった例や誘って OK だった例など、あなたのリアルな実体験もいろいろ教えてくださると他の視聴者の皆様の参考になるのでとても嬉しいです。今日の5つのポイントをしっかり考えて誘ってくれる男性は、私が思うにかなりいい男なんです。だって自分の欲を押し付けるだけじゃなくて、相手の気持ちを考えて準備してくれているんですから。あなたが好きになった女性がそれに気づいてくれるいい女であることを願います。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。